か。どうする？戸締まり頼んだぞ。なあなあ、学校には真面目に通ってるのね。一緒に登校するほど高巻さんと仲がいいみたいね。転校してきたばかりなのによっぽど気が合うのかしら。そう、昨日の朝はそう見えなかったけど、彼女鴨志田先生の被害者だったみたいだけど、本当にそれだけかしら。まあどちらにしろ調べればわかることね。お邪魔したわ。さて始めましょうか。違います。あのね、
よし。帰ったか。おい。そうだな。帰るか。
大変そうだな。さて始めましょうか。お、いけそうだぜ。始めようか。始めるわよ。事件以来、皆さんからの不安の声は私の耳にも届いています。早急に皆さんのメンタル面のケアが必要と感じ、担当の先生に来ていただいた次第です。それでは先生。かっこよくない？はじめまして。声渋い。僕の名前はマル。あれ、マルキタクトと申します。よろしくどうぞ。担当はカウンセリングです。堅苦しく構えなくて大丈夫だから、相談なら何でも。ああ、お金の相談は困るかな。ありがとうございました。いいっす。まさかうちの学校がメンタルケアとか言い出すなんてな。
ニュースにもなってるし、放置はまずいって思ったんじゃない？つか、なんだっけ名前。丸木先生。ツッコミどころ満載すぎじゃね？本当にカウンセリングできんの？リュウジ。どうも。坂本くんに高牧さんだよね。それに君。なんで名前知ってんすか？鴨志田先生とそのいろいろあった生徒の何人かは前もって聞かせてもらってたから。転校早々大変だったね。城？バカ。なんか彼今日寝不足みたいで。つーか、俺らになんか用すか？ああ、そうだった。さっき集会でも言ったけど、君たちカウンセリングに興味あったりするかな？別にねえっすけど。え？いや、ええじゃなくて。思ったより直球で断られたからさ。ああ、でも今ならお菓子もあるよ。食べ放題はちょっと無理だな。でも、そこそこ食べられるし、どう？バッチリ釣られないでよ。実は鴨志田先生のことで、関係性の強い生徒は必ずカウンセリングするように言われてね。一応学校側からの気遣いなんだけど。気遣いね。いきなり見ず知らずの僕と話せって言われても困るのはわかるよ。こういうのを強制でやっても意味ないし。せっかくなら君たちにも何かメリットが。そうだ、カウンセリングに来てくれたら代わりにメンタルトレーニング教えるよ。テスト前の集中力の上げ方とか、デートの時に緊張しない方法とかさ。どうかな？どうかなって。今ならお菓子も。いや、お菓子はもういいっつの。なあ、お前どうする？まあ受けねえなら受けねえで面倒なことになりそうだしな。そうだね。本当かい？それじゃあ取引成立って感じかな。僕は保健室にいるから、都合のいい時にでも来てよ。じゃあ俺らはこれで。うん、またね。ありがとう、カウンセリング受ける気になってくれて。取引した分、君の力にならないとね。ただの高校生にこれだけの大立ち回りができるとは思えない。周囲の状況に惑わされず大胆不敵に活動できる心の強さが必要だもの。いるのよね、あなたの心の強さを育てた協力者が。答えなさい。我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち、囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、古文館のペルソナの生誕に祝福の風を得たり。自由へと至る、さらなる力とならん。よし。どうした？引き止めちゃってごめん。それじゃ。はいはい、静かに。Thank you.
はい。いらっしゃい。じゃ、始めようか。はい。そうですね。そうだね。気をつけてね。じゃあ失礼しました。あれ？それじゃ。いらっしゃい。あのね、例えば。
うん。そうだな。ありがとう。あれあれ、おやすみ。つけておこう。今日で終わりって思ったらつい張り切って徹夜しちまった。ユージが勉強かよ。槍でも振るんじゃないか。いや、テストは潔く諦めた。ゲームしてたら朝になってたわ。嘘くせー。そういうやつに限ってどうせ勉強してやがるっつあれだろ。朝っぱらから大口開けてんな。やっと試験終わりだし、最後くらい頑張ろうと思って。さすがはアンドの、どっかのバカ猿とは大違いだな。
めえの方が脳みそちっせえくせに偉そうに言うなよ。無用の長物って知ってるか？でかくてもスカスカじゃ意味ないぞ。んだとこら！なあ、もう朝からうるさい。覚えた年号忘れちゃ気のせいかな。んだよ、痴漢でもいたか？そうじゃないから、なんでもない。心配してよ。しょうがねえな。来いよ。マジでこいつ、お前の自意識過剰じゃね？違う。君たち何なんだ？それはこっちのセリフ、つきまとってたくせに。つきまとった？心外だな。ずっとつけてたでしょ、電車の中から。それは。やれやれ、いきなり車を降りたと思えば呆れるほどの情熱だな。結構結構。車から見かけて追いかけずにはいられなかった。先生の着信にも気づかないほど。けどよかった、追いついた。はあ、はあ、君こそずっと探してた女性だ。ぜひ俺の。いやだ、ちょっと。俺の絵のモデルになってくれ。モデル？俺は今まで納得いくものが描けなかった。君から他の人にはないパッションを感じる。この男怪しすぎる。いかがわしいスカウトじゃねえの？協力してくれるのか、どうなんだ。待てって、お前誰よ。ああ失礼、俺は厚生高校美術科2年、北川雄介だ。俺は斑目先生の門下生で住み込みさせてもらってるんだ。画家を目指してる。え、斑目ってあの、こないだ情熱帝国に出てた？そう。知ってんの？超有名な日本画家、世界で評価される日本画家なんだって。こないだメメントスで聞いた。ユウスケ。すみません先生、今戻ります。あのじいさんがまだらめ。明日から駅前のデパートでまだらめ先生の個展が始まる。初日は俺も手伝いに行くんだ。ぜひ来てくれ。ホテルの件、その時にでも返事をもらえると。どうせ絵画に興味はないだろうが、チケットは人数分渡してやるよ。じゃあ明日ぜひ会場で。わかりやすいやつ。行く気じゃねえよな。行ってみようかな。やば、時間。また後でね。アンドノを狙うとは、ユウスケ、その顔を覚えたからな。
マダラメの弟子と偶然知り合った。都合のいい話ね。本当なのかしら。まあいいわ。一番知りたいのは手口だから。確かにマダラメは許されざる罪人だった。富や名声を子供たちの生き死で肥やしてきた憎むべき大人。けど長年隠し通してきた秘密の悪事を短期間でどうやって突き止めたの？いいわ。じゃあ仮に君が言うように宝を盗めば心を変えられるんだとしましょう。そうなると別の疑いが出てくる。人が急に意識を失って目覚めなくなったり、逆に凶暴になったり。4月の地下鉄事故もそう。これって見方によれば心が急に変わる現象だとも取れるわね。君たち関係あるの？そう、いいわ。マダラメの件の続きを話して、事実だけを簡潔によ。なんてことだ。終わった。お前どうだった？裏切り者！てかもう試験の話はやめようぜ。いやでも来週答案が返ってくんだしよ。終わったことよりさ、何見てんの？例のサイト。ダメだ、大した情報ねえし、書き込みも減ってきてんな。我が輩、一発屋で終わんのはごめんだぜ。ジタバタしてもしょうがないよ。そうだ、どっかランチ行かない？こないだのお釣りも残ってるし。なら俺、寿司がいい。それかうなぎ、国産の。ねえから、そんなに。あ、そうだ、朝もらったマダラメ店のチケット。うわ、そっか、明日からだっけ。まさかあのユウスケに一目惚れ。そんなんじゃないっての。そうだよな。テレビの特集見てた時、結構いい絵だったし、タダ券あるならって思っただけ。それにもしかしたらメメントスで聞いたのと関係あるかもだし。マダラメだっけか。それよりあと2枚もらったこれどうする？たまには芸術でも鑑賞してみる？芸術ねえ。こうなりゃ全員で行くぜ。芸術の鑑賞は人間の魅力や品性を高める。美術品の真贋を間違う回答なんてダサいしな。まあみんなで行くなら。なら決まりね。古典に行くって響きがちょっと大人な感じ。じゃあ明日会場前に集合ね。よし。
書くか。